よし、これで。なに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 、なんかいるんですけど。え、進めるんかなこれ。え、なに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 、落ちた。え、え、唐突なゲームオーバー。落とし穴。じゃあやっぱカードキーがいるってことか。戻るしかないのか。え、どこまで戻るの。ここは本当に何もないんだろうか。何もないか。何もないな。じゃあちょっと行きますか。どこまで戻ればいいんかな。どこだよカードキー。ないって。え、なんかおる。え、なんかこっち向いてない。何。じー、向こうの部屋真っ暗なんだけどさ、何かいい方法知らない。魚に話しかけんなよ。何、どういう、怖いんですけど。え、何。ま、そうだよな。ありがとうね、イワシくん。またね。なんか、一匹だけ違う方向行った。何？こっちに行ったんか？繋がってる？え、何？なんか顔、何整列してんの？え、何？何してんの？え？あ、待って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 、イワシがいなくなってる。あ、こいつらが移動したってこと？あ、じゃあ両方同じイワシやったんや。初めて知った。もしかしてさ、これあれじゃない？あの暗い部屋を進んでいく、進み方じゃない？え、1、2、3、4、5、6、6。で、1、2、3、3、6、3、1、2？ 1、2、3、1、2、3、4、5。そこ？そこにカードキーがあるってこと？いけるかな？めっちゃ怖いんだけど、いけるかな？ふぅ。1、2、3、4、5。え、でも6。あ、そっか。ここ。あっこ行ったら落ちたもんね。3。え。1、2。上やっけ？2、3。あそこか？違った！待って、死んだ死んだ死んだ。待ってくれ。はい。は、いけるとして、1、2、3、4、5、ここか！これ？なるほど、1個行き過ぎとったんやな。見えないけど、この辺何かがあるはず。電気とか？あー、これなんだ？扉みたいな？カードキーか。あ、ランタンもあってよかった。ランタンとマッチを手に入れた。ランタンがあった。これで。明るく。なるほど、こんな穴が開いてたのね。あー、これでやっと見える。電気くらい簡単につけられるようにしておけ。強いな、この子。特に何もないみたいな。なんかキラキラ光っとるとこあるね。アユと書いてある。イカと書いてある。何？宝箱あるんですけど。4匹の生き物の中心となるものは、日本語にしてカタカナで答えよ。
日本語にして、カタカナで、あ、待って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 、4匹ってこの4匹ってことやろ多分。サザエと書いてある。待って、見えないところも落ちるの、やめてよ。じゃあ一旦外に出てセーブしてからもう一回戻った方がいいか。え、でも穴見えんのか。だって見えんのやったらね。さっきどこにあった穴、これサザエって言ったっけ。ここはいけるってこと。サメと書いてある。紙切れが挟まっている。え、何？伊勢エビ、ウナギ、サメ、海、スズキ、フグ、イカ、ウナギ、青。どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？4匹の？ 4 匹の生き物の中心。何？海。海？青。4匹の生き物の中心。なんか日本語にしてカタカナで答えろって書いてあったよね。ってことは、考え方は英語ってことや。これヒントってことかな？え？海？青？ヒントってことは、これもそういう考え方、英語にして、で、カタカナで答えとるってことよね。4匹。これは3匹の生き物の中心ってこと？あ、これや。ロブスター。これなんて読む？イール？シャーク。の言葉、言葉っていうか単語の真ん中が C なんや。海。スズキ、シーバス。シーバスって言うんや。フグ。スウェルフィッシュ、イカ、なんて読むの、スクイッド、またうなぎ出てきた。でこれがブルー、青。え、じゃあさっきのはどこが落ちるとこ。この辺落ちないか、大丈夫か。アユって、アユって何？アユって英語何？わかんない。え、イカはさっきなんて書いてた？なんか見たことない感じ。え、サザエは？わからん。イカが、このなんかスクイッドみたいな感じの。え？待って待って。英語がわからないです。もっと一般的な、一般的な生き物にして、いや、生き物は一般的だな。一般的な英単語にしてくれ。ちょっと待ってね。英語だけ調べる。スイートフィッシュ、スクイット、ターバンシェル、シャーク。これの、真ん中。4匹の生き物の中心。待って、これ、ここ、やっけ。4匹の生き物の中心となるものは、日本語にしてカタカナで答えよう。スイートフィッシュ、スクイット、ターバンシェル、シャーク。何文字？何文字とか別にない？ないか。ってことは、TUNA。ツナ？を？日本語に直してカタカナで、マグロ？え、マグロで合ってる？でも魚の名前やし、なんかありそうな感じやけど、カタカナって書いとったよね。え、ツナってマグロよね。え、ですよね、合っとるかな。あ、開いたっぽい。ビアンカ水族館の年間パスポートを手に入れた。おお。ビアンカアクアリウムパスポート。これは、ビアンカ水族館の年パス？何かに使えるかもしれないし、持っていこうか。
もカードキーに、え？カードキーとして使えるってことかな？それにしても薄暗いなこの部屋。早く出よう。何？ランタンの火が消えた。え？もう一回つけないと。よし、これで。何？なんかいるんですけど。え、何？なんか急にセーブ。え、何？やめてよ、落ちたって。え、何あれ。え？待って。ねえ、待って。え、何？なんか減ったよ。5から3になる。イエーイ、来るーで、いつももう一回セーブ。待って。使えるかな、あれ。鍵がかかっている。年間パスポートをかざして鍵を開けます。よっしゃ。え、何？まだ来てる？もしかして。動けるー。なんで足止めした。え、なんか誰？警備員が倒れている。銃が抜き取られているみたいだ。入れるんかな。入れねー。調べれる。中に入れそうだ。身を隠しますか。はい。さっきの来てないけど。また暗い部屋。え、入っちゃいけない部屋なのでは。こっちに気がつかないでくれ。え、クラゲの鍵が落ちている。拾いますか。はい。何あれ。下半身がない。これ。ヤドカリは夢中になって人間を食べている。じゃあちょっと、出ます。来てるー。待って。鍵がかかっている。扉にクラゲの彫刻が掘ってある。クラゲの鍵じゃない？クラゲの鍵を使って鍵を開けた。早くー。待って、早いって。ね、追いつ、何？次のところに移ってからが早いんですけど。何？クラゲのとこに。ね、行き止まりー。まずい、行き止まり。何？どうするの？無理じゃーん、ちょっと。追い詰められてるって。動けないって。逃げられない。もしかしてさっきの女の子、僕が来てくれるとかではないのか。何？能力開花？何？え？ん？消えた。ワープ？ワープした？水の中、水の音だな。ああ。寒くて苦しい。この感覚、そうだ。12年前に、小さい頃に海で溺れた時の。そう。こんな風にだんだん視界が暗くなっていくんだ。あの時は確か、誰かが水面まで連れてってくれたんだ。なんだっけ。確か私は、大きな何かに。サメが助けてくれたってこと？敵はサメじゃない？さっきの？ヤドカリ？人間食べてたよね。てか、こっちの世界にも人間ちゃんとおるんやね。あそこだ！小さい女の子が、に襲われてるぞ。助けろ。早くしなきゃ、あの子食べられちゃうわ。ヤドカリに食べられるってこと？やめて、そんなことしないで、死んじゃうよ。その子も助けてよ。一人ぼっちで、大きな海を旅していたのに。誰か助けて、死んじゃいや。私はいいから、その子を早く。お願い。は命の恩人なの。お願い。お願い。サメかな？ごめん、勝手に敵認定してたわ。え？この場所じゃん。変わってないんだけど。え、何？なんかでっかいクラゲが増えた。え？やっぱこの子クラゲやん。助かったのか。はあ、よかった。何だったの今の。
どう見てもクラゲになってましたよね。なんか落ちてる。ヤドカリの鍵が落ちてる。あ、拾います。はい、なんか左上の3っていうやつ出てるままなんだけど、何なんだろうか。別に他何もない、何もないな。なんかこの道戻っていくの嫌なんだけどもう一回戻っていくのめちゃくちゃ嫌なんだけど。でもあそこ下にも道があるんですよ。あ、こっちもヤドカリの鍵？ふんふん。何あれ、なんか点滅してる。ちょっと待ってね。とりあえずセーブして。突然ヤドカリに襲われたりクラゲになったり、クラゲになったってことはちゃんと分かったんやねこれは現実なのかな。現実とちょっと後から調べよう。この水槽には入れるのかな。え、何、水槽に入れるのこれ。何、何も起こらない。気のせいだったのかな、さっきのは。何、体力回復できる。え、ってか何、体力って。あ、数字が変わった。あれ、体力、体力5ってこと。やばくない。で、1回攻撃受けたら2減ったよ。やばいやん、めっちゃ。でもう1回セーブしとく。ふう、とりあえず今回はこの辺で一旦何も追いかけてこいよね。ちょっと平和そうな空間で一旦やめておこうと思いますはい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、とりあえずなんかちょっとヤドカリに追いかけられたところはハラハラしたり、ところどころね、音でびっくりしたり、あ、多分見よる人的には私の悲鳴に一番びっくりしたかもしれんけどまあでも楽しいかな絵柄がすごく好き。早く仲間に合流したいんですけど、死んでないよね